ブ、正月進行ライブ。じゃあ僕のやりたかったね、人妻枠っていう企画をね、やりたかったんだ。いやこれずっとやりたかったんですよ。あ、そうなんだ。ずっとやりたくて、まあそもそも僕ラジオ結構好きなんですけど、うん、あ、てか挨拶した方がいいか。こんにちは、太郎です。うそです。まあ、ドライブの空気感も好きなんですけど、なるほどね。あのラジオもすごい好きで、いいよね。そうそう、もう15年ぐらいラジオずっと聴いてるんですけど、その中で、うん、もう15年ぐらいかな、聴き続けてるラジオで、うん、爆笑問題カーボーイって爆笑問題がやってるラジオがあって、うんうん、でその中の11年前ぐらいにやってたこう1コーナーで、人妻枠っていうものがあるんですよ。すごいマニアックな。そうで、人妻からのお便りが来てて、うんうん、でまあ、なんか本当にその古着を、下着を、うん、あの服をなんだろう、うん、3階から落としたら、うん、ホームレスの人が拾って、うん、その人の服装がどん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 自分の家の旦那の格好になっていくのがすごい面白くて、うん、なんかいつも3階から服を落としちゃうとか、うんうん、あとはなんかこう性に奔放な人が、うん、なんか旦那さんが浮気してむちゃくちゃブチ切れたけど、うん、実は自分の方が長いことずっと浮気してた人とか、うんうんうん、なんかいろいろありますわな。そう、いろいろあって、ね、っていうのがすごい面白くて、うん、人妻枠やりたくて、うん、一応ね、人妻のお便りっていうのを募集したんで、うん、藤沢さん、自分の携帯でさっきのお便りを読んでってほしいんだけど、つまりその人妻枠っていうコーナーが好きすぎて自分もやりたくて、そう、自分も募集したと。そう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 、で、集まったと。そう、すごいですね。まあ、あんまり最初はね、過激じゃなかったんで、人妻枠っていうのは本当にしょうもない、うん、旦那さんと一緒にサッカーに行った話とか、はい、そういう話から始まってるんで、まあ最初は多分ね、全然過激じゃないんですけど。いやでも僕ちょっとこれ1個目見ちゃったんですけど、さっき。ちょっと読んでもらって。面白かったですね、これ。いきますよ。はい。じゃあ、30代後半、神様。はい。結婚8年目で子供が2人いる専業主婦です。はい。夫が細かいのが悩みですが、はい、そこそこうまくやっています。はい。今週末、中学校時代のクラスメートの男の子と2人きりで再会することになる。着るものに悩んでいます、はい、再会することになるので着るものに悩んでいます、はい、男の子とは卒業式以来なので10年以上顔を合わせていません、うん、私が住んでいる場所の近くまで来るのでお茶をするということになりました。もちろん夫人でお茶した後我が家で夕食を食べるつもりです、うん、彼のことは中学時代何とも思っていませんでした。でも会うとなるとちょっとでもよく見せたいと思ってしまいます、うん、ワンピースで行きたいけれどワンピースを着たら夫に怪しまれるし、うん、気合が入っていることがバレたら恥ずかしいです、うん、でも生活感丸出しの普段着で行くのも嫌です、うん、どうでもいい話だと思いますがすごく悩んでいます、うん、私は何を着ていったらいいのでしょうかというお悩みですね。結構いいね。いい、これはね、初回にしては初回にしては、ね、いいの来たね。え、だから多分、うん、ちょっとなんだろう、ちょっと好きなんだろうね、その会う、久々に会うこの子。そうね、まあ、悪い感情は抱いてないね、確実に。いやいいね、この質問は。いや待って、ちょっとこの質問の良さについて言うと、やっぱもうすんまんね、まあ、どうでもいいよってんじゃないし、いきなりそんなの来られても困るよってんじゃなくて、ちょうどいいよ。めちゃくちゃドエロいとかさ、不倫しまくってるとかさ、したりとか、まあそれも楽しいしけどね。いや、そうじゃない、ちょっと微妙な。いや、いい、この子、間合いを取ってくれてますね。この神、いいコーナーでしょ、神様、いいコーナーでしょ。30代後半、いや、いいコーナー。いや、でもね、20個ぐらいお便り来たんですよ。2000円ぐらい使ったんですよ、僕。でもね、その削って削ってね、多分5個ぐらいにしたんですよ。やっぱそれだから、そうそうそう、厳選されてんだ。そう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 。いや、いいね、30代後半、神様ね。30代後半。子供いるんだっけ、それは書いてない。子供は書いてたと思うな。子供が2人いる。子供2人いるのか。これ、ポイントがあるんだけど、うん、夫が細かいのが悩みですが、なんだよ。ああ、藤沢さん、こういうの好きそう。割とこう、布石になってるっていうか、いや、これね、ザーって読んだら、いや、そのこと気にしなくていいじゃんって思うんだけど、もう一行目に布石があるんだよね。夫が細かいのが悩みですが、そこそこうまくやっています、の後にこうね、卒業式以来、10年ぶりに会う男の人と、会うときワンピースで行くか、普段着で行くか、まあ、正直その中間の服装ってのはいくらでもあると思うんだけど、その辺よくわかんないから、俺たちは。まだ気合をどれくらい入れればいいのかってことだよね。そうだね、うん、いやー、これはいい質問だ。面白いね、一つの。面白いでしょ。いや、でもどんどん面白くなってきますから。いや、これに対するちゃんとした返答してあげますか。うん、してください。じゃあ、私、僕はそもそも恋愛経験ない、そんなないんで、うんうんうん、いや、彼女とかはいるけどね、うんうんうん、あんま分かんないですけど、うんうんうん、あ、でもまあ分かんない僕なりの答えから先行った方がいいかな。ぜひぜひ行ってみてください。
まあ、だから多分ちょっとね、かっこつけたいというか、いいかっこしたいんだろうなって思うから、誰に対して、その男の子に対して、ね、男の子に対してちょっといいかっこしたいんだろうなと思うんだよね。でも、まあ、シンプルな格好で、別にワンピースとか着なくていいと思うけどな。そもそも男そんなワンピース着てこられても、あのドキドキしないと思うし俺。なるほどね、そうね。どうですか。まあそれもそうなんだけど、うん、これあれなんだけど、お茶するってのは分かるんだけど、うん、お茶した後我が家で夕食を食べるつもりですまで話が進んでるのすごいよね。まあ、聞いてなかった、うん、すごいよね。お茶するだけならまあお茶するんだと思うけど、うん、まあお茶の男人で、うん、お茶した後我が家で夕食を食べるつもりです、うん、そこまで決まってるってすごいよね、うん。まあ、これ書いてないんだけど、夫公認でお茶した後我が家で夕食を食べる日には夫はいるんだよね、うん、いなかったらもうやばいけどね、うん、そうね。夫がいない日にうち私の家来て、まあ、お子さんも2人いるからそういう話にはならないか。結婚8年目だからお子さんも小さいわけだから。俺勝手に会うのかと思ってた、外で2人で。いや、勝手に会うし、うん、勝手じゃない、夫も知ってるし、知ってるんだね、うん、お茶もするし、お茶した後我が家で夕食を食べるってなんか、うん、割とすごいよね。10年ぶりに会って、そうね、外で飯食って、そうね、自分家に誘うって結構あれだね、うん、で、いや人妻とかと付き合ったことある？人妻はね、ないかもな、うん。付き合ったこともないし、デートとかもない。デートとかもほぼデートぐらいならあるけど、まあそういう関係になったことはないかな。まあこれはあれですね、難しいね。まあ、まあ旦那がね、細かいのが悩みなんだったら、確かにそれはちょっとその中間ぐらいのところに行かなきゃいけないね。まあ奥さんも女性なんだから、普段着かワンピースかって二択ってことないと思う。なんで、まあ、その中間ぐらいのまあいいのもあると思うし、でもまああえて俺が言いたいのは、もうワンピースでバーンとやって、私だって他の男になびくのよぐらいの感じで、ちょっと旦那さんに見せつける、旦那をちょっと挑発して。やっぱ8年ってなるとちょっと分かんないけど、旦那さんもね、まあこう家族になってるわけですよね。男と女じゃなくなってるから、それでおドキみたいになって、お前も女だったなみたいな感じでして、その同級生が帰った後、久しぶりにねことをなしちゃうかもしれないわけですから。なるほどですね、うん、やっぱ女はね、捨てない方がいいですよ。なるほど。捨てないでこうワンピースでこう色気ムンムンで、もちろん別に誰かになびくわけじゃないけど、私だってこういう気持ちになることあるのよってね、やっぱ旦那さんとかにね見せつけた方がいい、見せつけた方がいいと思いますね。だってもうそんな普段着で言ってもね、誰もハッピーにならないからね。そうか。まあそれはもう全て旦那さんの性格によるから、旦那さんがどういう人かって話になるんだけど、まあ細かいのが悩みですから、1行しか俺たちの情報がないんだけど、まあでもね、自分を抑えてもねいいことないですからね、多少はちょっと息抜きして行った方がいいと思いますけどね、僕はね。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。次のお悩み、次のお悩みいきますか。はい、行きましょう。まあ2個ぐらいで1本の動画にしようか。 OK。じゃあ猫猫さん20代、うん、結婚してまだ1年も経ってないのですが、はいはい、旦那以外の人と関係を持ちたくて仕方がありません。旦那とは20歳の頃出会い遠距離恋愛も経験しましたが、いろいろと乗り越えてようやく結婚することができました、うん、もちろん旦那のことを愛していますし尊敬もしています。しかし学生時代に知り合った男性だったり、職場の男性でしたり、好きというほどではないのですが気になる男性がたくさんいて、その男性とカップルになっていたり、少し際どいことをしていたりと、夢の中では自分の気持ちが正直に現れるのか、夢なんだ、そんな夢ばかり見てしまいます。ここまで夢の話、この前3行4行ぐらい、もちろん旦那に相談はできませんし、友達に話してもし旦那にバレたらと思うと恐ろしくて恐ろしくて、離婚をしない限りもう旦那以外の人と関係を持つことはないのかと思うと少し落ち込んでしまいますと。猫猫さん20代、ありがとうございます。猫猫さん、いい悩みですね。今回は2分の2でいい悩みだ。まあまあこうストライクゾーン真ん中というか、もう当然のが来ましたね、これね、多分日本人のね 30% の主婦ぐらいはこんな悩みなんじゃないですかね。でも1年目って早くない？結婚してまだ1年も経ってないんで、確かにそれは早いかもな。みんな抱えてますよ、これは。これは結婚というシステムのね、欠陥ですからね。海外のさ、なんか既婚者だけが登録できるさ、出会い系サイトみたいなのあると知ってる？あ、わかんない。シュガーダディとか言うのかな、なんかそういうのがあって、なんか浮気、不倫するためのマッチングサイトだから、なんかそういうニーズは多分多い。日本ではなんか規制かかったんだけど、海外ではなんかもうめっちゃあって、ユーザー数2000万人ぐらいいるみたいな。あ、
アシュリー・メディソンじゃない。それです、それです。それ登録してたわ。マジかよ。もう全然登録してた。あれなんか不倫なんじゃないの。ちょっと待って。ちょっと待ってね。あれと広くしてくれるの。いや、だから低い方がライトの当たり方がいいかなみたいな。アシュリー・メディソンな。うん、そう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 。不倫だね。うん。不倫だね。うん、そう、うん、そう、不倫ですね、話は。まあ、そうね。この質問はもう前提として、うん、もう人間の生物学的な欲求と社会的な欲求がもう相反してるから。なんか難しい話してきたぞ。もう絶対ね、起こり得ることなんだよね、これはね。うんうん、絶対起こり得ること、うん。だからどう折り合いつけていくかなんだけど、うん、ね。まあ、うまいことやったらいいんじゃないですかね。他の人と。バレない、バレないっすよ、男なんてもうパッパラパラだから。うん、なるほどね。と思いますけどね。なるほど。どうやってやるの、まあ、何でやるの、出会い系、なんて書いてたっけ、旦那以外の人と関係を持ちたいの仕方がありませんで、うんうん、まあ、旦那のセックスもあんま良くないんだろうな。旦那がめちゃくちゃいいセックスしたらこんなふうに思わないもん、ね、下の概要欄からお問い合わせください。なるほどね。学生時代に知り合った男性とか職場の男性とか気になる男性がたくさんいて、その男性と少し際どいことをしている夢を見ちゃうんだね。でも偉いよね。なんか夢を見るほど欲求が溜まってんのに行動に男しないっていうのは、うん、私素晴らしいと思うんですね。猫猫さん、猫猫さん素晴らしい、猫さん素晴らしい、まあ、20代後半だからな、うん、27、8ってことでしょ、うん、いやーこれは悩むよね。まあ、でも女性はさ、30歳ぐらいから性欲乗ってくるっていうからさ、ちょもう抑えられないかもしれないね。そうそう、だからこの人は今も抑えられないし、うん、今後もずっとこの状況なんだ。もう旦那以外とは、しかもセックスの下手な旦那と決めつけできないんだ。それ以外の男には抱いてもらえないんだってことに絶望を感じてるんだよね。うん、なるほどね。2人子供産んだし。なるほどね。いやーこれはね、まあね、どうすればいいですか。これは俺はもう全然知らない猫猫さんって人だから、うんうん、いやもう誰かとやっちゃえよってバレないよと思うけど、うん、自分の彼女がとか思うと、うん、やっぱうって思うよね。なるほどね、うん、でも彼女が、うん、もうずっとそんな気持ちを抱えて生きていくっていうのも、うん、なんでなんだろう。旦那じゃやっぱ満足できないってこと。恋愛をしてみたいってこと。女の子的な感情ってこと。いや関係を持ちたくて仕方がありませんって書いてるから、うんうんうん、まあそれセックスのことでしょ。性欲が満たされてないってこと。そうだと思うよ。でも女の性欲は基本的にこう一つのオスでもこう満足するようになってるから、うん、夫がセックス下手がチンポが臭いんだよね。じゃあおもちゃを買うとかどうですか。あーいいね。あいい。俺ちょっと今あれだったわ。白と黒しか考えてなくてグレーゾーン考えてなかったわ。あおもちゃを買うね。あまあ一ついいかもね、うん、ディルドとかね、うん、ローターとかね。旦那に使ってもらうとかね。そうね。そう、いや旦那はねそういうこと理解ないんだよね多分このパターン。まあ、一つの解決策としては旦那にその話をするとか、うんうん、ちょっとずつちょっとずつこうおもちゃを買ってくるとかで、うん、旦那をそういう道に引き込むっていうのがあるんだけど、うん、結構これは可能性低いんだよね、うん、世の男はそういうのにこうオープンな人少ないから、うん、そうなんだ。うん、やっぱあそうかそうかじゃあやってやるよっていう人だったら多分こんな悩みになってないぐらいセックスうまいはずだから、うん、セックス下手かチンポが小さいから、だからマンネリ化してるっていうのもあるんじゃない。いや、だって20歳の時に出会ったんでしょ。って書いてたっけ。結婚は1年だけどっていう話なの。わかんない、ちょっと。本当だ、旦那とは20歳の頃出会いだね。そうだ、うん、マンネリ化してるんじゃん。マンネリ化だよ、うん、もうマンネリ化。そう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 、うん、でもさ ほとんど、まあ、この人がさ20歳になるまでにどんな恋愛をしたかわかんないけどさ、ほとんど一人としかしてないわけじゃん。そうだね。すごいよね。まあすごいね、うん、すごいよね。おお、なかなかそんなね、うん、いろんな恋愛したいんだよ。偉いよ。いやでもまあしたくてしたくて仕方ないって書いてるわけだからな。どうですか。いやどうですか藤沢さん。これはね、まあした方がいいと思うんだよな。絶対バレないようにして、うん、その方が機嫌が良くなるんだよね、猫猫さんのね、日々の。あ、結果仲良くなるみたいな。結果仲良くなる。それでも旦那は、おなんか猫猫今日気分がいいじゃないか、よかった、はーってなって、バカだから音が気づかないから、おいいことあったのかなとか言って、うん、でも猫猫さんは、うん、花を買ってきたのとか言って、ちょっと適当にこう、ごまかして、やったらいいんだよね。それも3年ぐらいやって、うん、3年ぐらいの泥沼になって、うん、離婚することになるかもしれないけど、そのことは俺は知らない。まあじゃあ泥沼になる前にちょっとまあちょっと火遊びしてみたいな感じですかね。そう、それはね、人生1回しかないからね。なるほどね。火遊びして、うん、マジでバレないようにして、
もう絶対音がまあ基本的にパッパラパラとかバレないから、火遊びして、まあ、数回やって、うん、終わる。なるほど。それでまた盛り上がってたら数回やって終わるみたいな感じで、まあ、絶対ケツが出ないよ、ね。まあ、そういう人多分いるしね。いや絶対いるからね、世の中にマジで、うん、それでこうね、ニコニコで、うん、ニコニコでネコネコですよ。よくわかんない。はい、という感じでした。初回はね、こんな感じで、こんな感じでね、一つマークね。はい、一つマーク、うん、楽しかった。意外と藤沢さんが盛り上がってくれて嬉しい。いや、ネコネコさんと神様、すごいいい、あれを、相談もありがとうございます。サロさんもよくね、ナイスキュレーションですね。ありがとうございます。ナイスキュレーション、ナイスキュレーションです、マジで。はい、じゃあ、また第2回でお会いしましょう。またねー。バイバイ。